さあ、ウィッチに当たっていく、先行っていく。いやでもな、エルフ結構強いんやって今。あんま使い方結構難しいんやけど、エルフ結構強いんやって。マナリアウィッチはサタンドラゴンを他のゲームせんの。いや他のゲームを やろうと思ってるんやけど、なかなかちょっとグラマスもなってないの。ちょっと他のゲームできんかな。まあ他のゲームやりたいんやけど、なんか最近 FPS で何やったっけ、なんか無料のバトロワがまた出たんやろ。アワータさん、こんちゃ。ホラゲよろしく。ちょ、最近発売されたの、なんか、その、バイオハザードと、あと、無料の FPS のゲームが出たぐらいしか、ちょっと、知識ないんやけど。マナリアの知識。ディスガイア事前登録来てるんで、リリース開始したらやってほしいです。あ、ディスガイアってあれか、確か、使い方難しいのならカードゲームやったっけ。え、ディスガイアってなんかカードゲーム新しいの来るの、なんか前、広告で見たな。YouTube の広告は知らんけど。ドキドキ文芸部新しいカードゲームな。ドラクエライバルズがな、何十万か課金したけど、結局もうやってないっていうのがあって。リーザライバルズ最近全然やってないよな。でもなんか、新しいカードゲーム出るんやったら、なんか触ってみたい感はあるけど、スマホゲーじゃなくて、そのパソコンでもできるやつにやったら、小賢しいな。ライバルズって今でも人気なの。いや、どうなの？エズリア引いていく。ここは普通にカーバンクにする。いや、でも弱いか、さすがに。アイボリー。いや、まあ、普通にこれが強いかな。これが強そうな気がする。これでいいわ。隣の住民から何か言われましたか？いや、言われてない。麻雀しろ。いや、麻雀とかやらへんから。一時期なんか、麻雀やってたけど、PC 版でやってたけど、なんか、よくやり方がわからなくて、覚えるのが無理だよな。マナリアの知識。お？土？土はありがたいぞ。土はありがたい、ありがたい、ありがたい、ありがたい。土はありがたい。進化。帝王に麻雀は難しいぞ。いや、眠れる最悪獣はぶっちゃけ弱いから、むしろありがたいね、これ。ありがた迷惑に過ぎないから。こんちの名前は気にしないで、ね、別の配信者さんにこうしろって言われた。歴戦の鷹城、すべては必殺を持つから、これ歴戦の鷹城、進化強いな。ただ歴戦の鷹城自体のスタッツが2-4であると。まあ歴戦の鷹城進化が丸いが、6人やったらいい感じに取れたのにっていう感じやけどな。絶対ありがた迷惑の使い方間違ってる。ん？ありがた迷惑の使い、いや、これでも結構強いよな。これも必殺持ってんやろ。だから、エキセの高城2枚、じゃあ、小する鳥2枚ある段階で、高城進化したら結構いい感じやな。オリファルコンゴーレム。もちろん進化使っていく。7-5か。スタッツエグすぎやろ。天野里志様の師匠こんばんは。あ、メータラ引いた。メータラ引いたのは結構、結構でかいんじゃないか、これは。相手が土っていうのは結構これ嬉しいかことで、ユードラシルもちょっと残しておきたいんやけども、2コストのカードがないか、どうしようかな。シャムシャマ。まあ、飛翔する鳥で飛んのも、まあ、ワンチャンありやな、これ。むしろそっちの方が強いか。メーテラちょっとまだ出さん方がいい感じがするな、これ取って。で、シャムシャマで、まあ、回復の方取るか。はい。このシャムのいたずら結構強いと思うよな。あ、ランランさん、こんちゃ。ランランさんも。ランランさんも多分2週間ぶりぐらいじゃない、多分わからんけど。あ、ちょっと待って。久しぶりに。ミササちゃん、1200円、久しぶり配信これで幸せ。ランランさん、こんばんは。うわ、4桁来た、いきなり。ナイスか。4桁来た。じゃあ一番やばかったのが、2日前やったっけ、1日で4万ぐらいスパチャ来た、3万9000やったっけ、来た時あったよ、なんか、2週間ぶりの配信の時。リサちゃんありがとう、4桁。久しぶりに配信これで幸せ。
いや、ありがとう。いや、4桁嬉しい。ありがとう。ミッツェル。まあ、このスパちゃんに答えて、やっぱグラマスはならなあかんなとは、もうつくづく思ってるんやけど。うん、どうしようかな、これ。シャムのいたずら。ユグドラシルで回復やけど、ライフが13まで減ってるから、ユグドラシルに進化権を切るのはありか、これ。はい。山の里氏です。これ何これ体力、コール4以上やから、4やから8で、ワンション加護にしようかな、ここ。いや、突進持つ。天野が滑りしたいいとか言わないので許してください。どういうことこれ、待って、ちょっと待って。2で取って3やから、まあでもさすがにユグドラシルやけど、これどっち加えんや、7で8で9やから。失踪も、いや、でもドローの優先順位は高いような気がするんやな、ここ。馬の里氏でエース。1点の回復を狙うかやけど、まあドローでええか。すべての命の母となる。で、まあ、進化使って、で、攻撃力4以上になったから、アイボリーストなんとかで、プラスして回復。5点回復。うん、まあ、これでええんちゃうか。5点回復でかくないこれ。5点回復結構でかいと思うんやけど。天野が滑舌いいとか言わないで許してください。何で毎回天野さとし出てくんねん。心理の発見。毎回放送で出てくるけど、なんなんマジで。山野里、全く関係なくない、この。2点食らっていく。マナリアの始祖の効果で上がってる。あ、いいの引いた、いいの引いた、いいの引いた。天野里の宣告。これはいいカード引いたぞ。万象の加護はゼロコス、エンハスにこのゲームベースで、まあ、ゼロコスで打っていいか、さっき打つべきやったんか、これ。天の里氏 D1 で敗退してました。どうしようかな、ちょっと待って、ユグドラシル突進もありやし、6で7、8やから、まあシャムのいたずらで回復、めちゃ回復できんな、このデッキ。エグすぎるな、ちょっと。クソ、まあ、これいって、帝王は0回戦敗退。まあメーテラと、こいつ出しといてドローするか。うん、やっぱドローを加えといて正解やな。オッケー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 。しかもアイボリスト、ライラもなかなか強い。これ一応コントロールエルフっていう類のデッキなみたいなんやけど、結構なんか安定してるくない？なんか結構エズディア1枚しか採用してないんやけど、結構なんか安定感があるんよな。まあエルフは上級者しか使えへんって言われてるけど、まあギリ自分でも使いこなせるかな。なんかリノセウスとかやったらもう本当にもう上級者中の上級者やけど、この辺のエルフに関してはそんなに難しくないと思ってて、エズディアから逃げるな。盤面意識してきたな。不殺の里置く暇ないな。これユグドラシル回復できちゃうよな、またこれ。強いことに。ユグドラシル、あいつ小賢しいな。まあでも、いやでもおっさんでええな、これ。5、6、7、8で9、7やから2個下まんのか。それでもいやらしいな。シャムシャマで2点与えて2で3よ。ユグドラシルで回復するかやけど、エズディアも強いよな。でも横展開そんなされてないから、普通にユグドラシルでええな、ここは。突進持たして、天野、サトシ。で、ゼロコスのこれ使って突進。まあ、ちょうど3点回復できるし、これは強いやろ。で、これ、シャムシャマでええかな。シャムのマザナシも結構強いんやけど、まあ、基本的には左なんかな。ちょっとこの辺はよくわからんけど。天野サトシをボッチャ待って、帝王の次に可愛いですよね。あ、モチョッピーさん、こんちゃん、リノセウスとか、幼稚園児でも使えるわ。マザナシとは。あ、マザナシ、マナザシ、うん、なんつった今、自分。あ、マナザシね、マナザシ。ダメ相打ち。これ20点、マナリアの子孫、もう1枚目。あ、ジノさん、こんちゃ。応援出す。だから何もできない。で、ここで、エズディアを出していくと。リノムリの、わらわら。エズディアを出していく。
でいいんや。いやでも盤面取んのも、いやでも次でええな、盤面取んのは。こんばんは、俺にも挨拶よ。うはいしろ、命、心、あらゆるものよ。まあ一人はどうでもいいから、ここが顔やろ。小坂よし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 。YUT さん、YUT さん、こんばんは。ミクロさん、こんちは。小坂しいな。かくれんぼうから逃げるな。ミクロさん、こんちな。さあ、どうくるこれ。一応、盤面除去もちゃんとできるし、まあ、シャムのいたずらもある。YUT さん、こんちゃ。なんとか、あらゆるものをうさ、あ、消えていった。66が取れへんのか。あ、とりあえずこれ、とりあえずこれ買ったやめるわ。あ、とりあえずこれ買って終わりにしたい。やめろよ。あ、ま負けすぎたらな、ほんま泣いてしまうからな。でもよかったかな、真田丸の幼虫。ユグからの怒りチョイスの回復でもよかった。でも相手にフォロワーがいなかったから回復できなかったよな。負けたら、またグラマス相手のネクロマンス、ネクロ、あ、グラマス相手とか小賢しすぎだろ。違うゲームやろうぜ。テオコンちゃん。さあ、イチコス。棒読みちゃん殺していい。笑。ん、棒読みちゃん殺したらあかん。競馬で負け続ける人と一緒でくさ。てか、ミッチェルとかがな、あんまり刺さってない気がするんやけどな、このカードたちが。競馬で負ける人と一緒でくさ。あれやろ、例えば2万投資したら、2万負けても、3万、回収したら1万戻ってくるみたいな考え方やろ。要はその絶対元取れるからやる、ずっとやり続けちゃうパターンで、結局総額的に見たら負けるみたいなやつのこと言ってんやろ。また伝わってるか分からんけど、そういうことやんな。無理の女王。なんとなく分かる気がする。うん、どうせまた負ける。ミツエルは幕開けないとな。ここはリザーかな。でもシャムシャマも強いな。シャムシャマから入るか。タイヤ丸全、タイヤ丸全、じっくりやるですよ。これは、攻撃時やから、これでサンクコストの課題視野が、まあ、買わねえな。かわいい。あー、違う、ごめん、ま、ミスター、2つの刻印で取れたわ。お前ミスター、何してんや。ちょっと集中力切れてるわ。やっぱあかんな、やっぱ1時間あげんだよな。不殺の刻印でドロー、うーわ、小賢し、シャムシャマ負けました。じゃあ不殺の刻印で今のよかったわ。ないから集中力切れてんじゃあ今の不殺の刻印でよかったわ。ドローできたし、負けました。これミスったな。もうちょっとこれやめるわ。ちょっともうアンガールズ田中の脳みそのこうやってプレミが目立ってくるとやっぱやめた方がいいよな、絶対。いいかな、これやり、もうやめ、これ、ね、アーカスとか出されたらもうこれ地獄を見ることになるやつやろ、これ。負けました。これアーカス来たら地獄見るやつやん、地獄。取る、しかも433とか小賢し。だいたい集中力切れてて草。エズディアとかなんで素出しで引いていくん。まあでもリザは強いけど、まあシャムのいたずらだから早めに負けろ。シャムシャマかな、ここは。シャムシャマ行こうか。じっくりやるですよ。タイヤ丸全、タイヤ丸全、ザコで草。小賢しいな。とりあえずエズディアで最後決めたい。てか自分なんか帝王がエルフ使っての珍しくない。まあ珍しくはないけど、なんか510円。あ、ちとげちゃんいいよいいよ、ありがとう。タレゲームさんパス早エズリア、この環境辛くね。ちとげちゃんありがとう、いいよ。え、でもそれ進化意味あるか。嫌いですな。タフェさん、わらわら。え、今の進化って意味あんのか、相手。パスは賢明な判断で草。小賢しいな、こいつら。お、いいの引いていく。まあ、シャム、いや、でも取る必要性があんまり、ね、まあ、あんまないな。これ、最初のカード、ファンファレル加えていきながら、ライラ引いていく。賢明な判断は草。こっちでいいかな。こんばんは。進化もいらないわ。イケメンすぎて無精した。あら、奈良産業大学、奈良さん、こんちゃ。盤面。
出力を上げるか、出力を上げるか。これアーカスくんのマジ怖いんやけど。あー、それ出てくる。小材小材小材でもこれ小ざかしいことしてくんな。で、芯が使えない。であれば、一旦ここは、戦士でちょっと盤面取ろうかな、ここは。アイボリスト込みで。森にはアイボリストがあるんです。出力を上げるか。これ、進化使って殴るのありじゃね？アーカス次のターン来るんやから。小ざかしいな。いや、ないな。ないか。まあ、アーカスやろな。まあ、アーカスで多分5、6取るっていう動きが見えて、まあ、2つの刻印で取る感じかな。で、あとはもうエズディアに任せるしかないわ、この辺はもう。小ざかし。負けたわ、草。に、あ、でもこれアーカス来ないの、だいぶ、もう小ざかしいことばっかりしてくんな、俺。でも、ネクロマンス使ったのは結構痛手ではあるが、はい、もちろん進化使わない。オッケー。あと2ターンでエズディア降臨できるんで、それまでの辛抱に過ぎないからな。相打ち取って、リグドラシルかな、確か。あ、あ、次のターンか。いや、不殺の刻印もったいなくないか、これ。不殺の刻印はさすがにもったいなすぎる気がするが、でも盤面取られるの嫌やからな。シャムのいたず、いやー、さすがに、肋骨のこれ使うのはもったいない気がするんだが、みたいな感じやけど、1枚ぐらい使っちゃうのありか。まあ、1枚使っちゃうか。あ、千鳥ちゃん、510円。先行取った責任は取りました。これでゴリラの唐揚げ食ってください。いいよ、来いよ、自分で完結させていく。ありがとう。ゴリラの唐揚げてかゴリラの唐揚げってなんやねん自己完結してて、しかも事故がかなんか事故の事故になってるし、ニコラー、じゃニコラいすぎ。え、てか何枚食わんのこいつ、やばすぎやろ。そんな食える意味ある？フランダス実写チャンネルで食事動画待ってます。あ、でもこれフランに関してはまあでも取るか、さすがに僕中。あ、でも複雑の刻印取れんな。猿の金玉の唐揚げなら聞いたことある。これ刻印でドローするか、いい感じ。お、こいつ消滅させよう。ユグドラシル、おーおお、いいぞいいぞいいぞ。初見です、嘘です、本気。ユグドラシル、これユグドラシル失踪ドローかし。タクエさん料理動画も追加で。いや、これもう泥疾走のを加えてエズリアでも見据えていく感じするか。すべての命は母となる。で、まあ消滅。英語の前ではすべてが無駄だ。英語の前ではすべてが無駄だとって。いや、いいぞいいぞいいぞ、全然いい全然いい全然いい。回復する必要性もない。で、次のターンエズリア完璧やな、これ。完璧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 。さすがに急行生産強いので、ごめんなさいね。まあ、エズディアで終わりじゃね、これ。風呂から出ました。硬そう。グレー、小賢しい。ただ、3-3と1-3でこれ盤面取んのかな。さすがに回復されて、うわぁ、おぉ。自然に帰りましょう。おぉ。はい、腐敗しろ、心身も心もあらゆるものも進化いらんな、これ。勝ったえ、勝ったんじゃないのこれ、エズディアで。え、だって取るやろ。でもこれカーバンクル失踪で4コス使うからもう1体必要なのか、これ。んでもカーバンクル2コスで出せんのか、進化使ったら。あと2点入るかって感じだけど、まあさすがに勝ったんじゃね説。消えちゃえ。グレモリに、小ざかし。まあ失踪、それ取る。はい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 。でー、なんでフォロワー引かないの、小ざかしすぎるやろ。進化券もいらないし、まあリーサルもないから、不殺の使徒2枚出す感じするか。リーサル。リーサル？フォロワー進化して怒りで勝ち。
リーサル。リーサル。ん？リーサル？じゃなくね？ゴーやないの？リーサルだよ。リーサル。え？リーサルやん。リーサル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 わからん。リーサルわからん。リーサルわからん。リーサルわからん。え？リーサル。草。リーサル。え、ゴーじゃないの？でんの？リーサル。不殺進化？プラス1。頭リーサル。あ、そっか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 。あ、不殺とシーナの怒りってことか。進化で。ああ、それか、そういうことか。カーバンクルずっと見てた。リーサル。不殺進化。あ、なるほどね。リーサルわからないマジ。危ない危ない。そうか、不殺進化でリーサルか。ああ、なるほどね。これちょっと気づいてたけど、まあまあみんな試した感じかな。はい、じゃあ今日はこれで終わりしよう。はい。はい。いや気づいてたけど、まあ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 ちょっと嘘つくな。よしよし、1500万とりあえず漏れた。進化切れないと思ってて草。頭大丈夫か。まあ知ってたけどね。はい。